はい、それではここからはですね、1.4 節の N 項数ベクトルに進みたいと思います。教科書は12ページです。で、ここまではですね、まず、次数全体の集合 R とか、あと複素数全体の集合 C っていうのをこうスカラーとして扱ってきましたけれども、ここからもう少し一般的な対 K というのをこうスカラーとして扱うことにします。で、対というのは、K ですね。K っていう記号で表します。で、K というのは一般にはその対と呼ばれるその代数構造を持つ集合を表すんですけれども、そうですね。皆さんがよく使っている実数のように、加減乗除が定義されたような、数のようなものは、の全体の集合と思っていただければいいです。ですので、ここからはその、K っていう文字で、この実数全体の集合ですとか、複数全体の集合を表しますので、K っていうのが出てきたら、とりあえず 手短なところでは、その実数全体の、集合だというふうな形でこう思い出してもらうといいんじゃないかと思います。で、そこで、ここまではですね、その平面ベクトルとして、こう、成分が2項のベクトルを扱ってきましたけれども、これは別に何も、成分2項でなくても、その3項でも4項でも、一般の N 項でも、こう、扱えばベクトルになりますので、ここからはそういうことで、その一般の N 項数ベクトルというのを扱うことにします。で、その定義ですけれども、この A1 から AN っていうのを、その対 K の元、としてですね、これを縦に並べて括弧でくくったものを、対形状の N 項縦ベクトルと呼びましょうと。でそれから当然縦に並べるだけじゃなくて横に並べることもできますので、横に並べたものは、形状の N 項横ベクトルと呼びましょうと。そういうことですね。で縦ベクトルと横ベクトルを合わせて、数ベクトルと呼ぶということです。単にネーミングなんですけれども、一応こうやって並べたものをベクトルと呼ぶ。K の数字ですね。数値もしくは K の元を並べたものをベクトルと呼びます。で、先ほど縦ベクトルと横ベクトル定義しましたが、通常は縦ベクトルを数ベクトルというふうに呼んで扱うことが多いです。で、それからと縦ベクトルの全体の集合っていうのを考えるんですけど、これは K の N というふうに表します。N 乗みたいに見えますけれども、我々は KN というふうに呼んでいますので、N 乗とは異なりますので注意してください。で、特にですね、この K が実数全体の集合ですね。だから、その時は R の N というふうに書きますけれども、RN の時は、これを実ベクトルと、ベクトルのことを実ベクトルと呼びますし、それから K が C の時、これは CN のベクトルですね。これは複素ベクトルと呼ぶこともあります。あと、その、ベクトルが与えられたときに、その一個一個の成分について、こう、言及する、もしくは取り出す必要があるので、そのネーミングなんですけれども、このベクトル A の第 i 番目の数ですね、これが AI、さっきの定義ですと、この例えばこの中の第 i 番目の数、AI っていうのを、A の第 i 成分というふうに呼びます。で、そこまで来ますと、あとは、以前ですね、この授業で平面ベクトルについて、こう、定義していたものを順番に、この N 項の数ベクトルについても同じように定義していくことになります。ちょっと、そういう意味では単純で、ちょっと、退屈かもしれませんけれども、一応ちょっと確認にお付き合いください。まず、N 項数ベクトルは等しいという概念を定義ですね。これも、平面ベクトルと同じように定義します。今、A と B という、こういう2個の、N 項数ベクトルがあったときに、この A と B が等しいとは、ちなみにですね、これちょっと今、もう一回チェックすると、A はこの KN だから、こう、N 項並んだベクトル、成分が並んだベクトル。それから B は、ごめんなさい、ここは M ですね、すみません、M ですね、M 項、元が並んだベクトルとしたときに、まず、この A と B が等しいというためには、この成分の個数が等しくなる必要があります。ですので、まずその成分の個数が等しくないベクトルは、こう、等しいとか等しくないとか比較はできないということですね。ですので、成分の個数が等しくって、各成分が全部等しいというときに、この2個の N 個数ベクトルが等しいといって、これを A イコール B と表すということになります。はい、それから、引き続いて、この、KN の演算ですね。
まあ、ベクトルのスカラー倍と和っていうのを定義するんですけれども、まあ、スカラー倍は、もう和もですね、平面ベクトルの時と定義は同じです。スカラー倍ですね、A、ベクトル、まず A がこのような形で与えられた時ですね、それから C を K の元とする時に、この A の C 倍っていうのはどういうベクトルだったか、なるかっていうと、この A の各成分を C 倍したものを成分に持つようなベクトルですね。これを、A の C 倍と呼びます。で特に A のマイナス1倍をマイナス A というふうに書きます。それから和についても平面ベクトルの場合と同じで、まあ、平面ベクトル、A とですね、それから、N コンスベクトル A と、それから B が与えられたときに、この A と A プラス B というのはどういうベクトルかっていうと、そのそれぞれの成分を和ですね、を成分に持つようなベクトル、これを A プラス B として、和というということですね。で、それから、特に A プラス、マイナス1倍の B というのを、これ A マイナス B と。だから、まあ、通常の各成分ごとに引き算をして得られるようなベクトルというふうに、で、ことにします。はい、それからですね、次が、教科書の14ページに、この今のですね、N 項数ベクトルの、和とスカラー倍について、次の性質が成り立ちますということで、命題として書かれておりますので、一応確認しておきます。で、ここで、A と B と C は、KN のベクトルで、それから、すみません。ちょっとね、紛らわしいんですけれども、この、太字の A と B と C は KN のベクトルで、それから、細字の C と D は、K のスカラーとします。ちょっと、まずいなと思ったのは、この C が、文字が重なってるんですね。数学ではなるべくこういうことは避けるように、してますので、皆さんも注意してください。で、まず、結合率ですね。これは、A プラス B プラス C っていうのを計算するときに、その結果というのは、この、ベクトルの和を取る順番によらないということですね。A プラス B プラス C を計算しようと思ったら、まあ、A プラス B を先に計算してからもいいし、あとは B プラス C を先に計算してからも、まあ、どっちの結果も等しくなりますということですね。で、次には、0を0ベクトルと、これを0ベクトル、つまり0を並べたベクトルとするときに、まあ、A プラス0も、0プラス A も、A に等しいと。それからと、3番目としては、A プラス、このマイナス A 倍ですね、の和。これは、0ベクトルになりますと。はい。それからと、まあ、A の4は、ちょっと順番が異なりますけれども、A プラス B と B プラス A。これは、ベクトルの和に関して、ベクトルは和に関して可観であるという言い方をします。それからのスカラ倍に関しては、S の1がこれはスカラ倍の分配法則ですかね。この、A プラス B に関してこう分配できるという、ベクトルの和に関して分配できるという法則です。それから S の2は、これはスカラーの和に対して分配できるという法則で、この上との違い、どこが違うかというのをよく確認しておいてください。結果は同じなんですけれども、どこを分配するとかっていうのが異なります。それから、3番目は、このスカラーの掛け算の順番によらないということで、スカラーを先にかけて、ベクトルにかけても、スカラーを1回ずつ、ベクトルにかけていっても、まあ、同じものが得られるということですね。S の4は、A の1倍は A に等しいという性質です。はい。で、まあ、ほぼ当たり前だと思いますけども、こういう性質がありますということです。で、次に、基本ベクトルという名前もやっぱりありますので、導入しておきます。これも、平面ベクトルの時と同じなんですけれども、その N 項数ベクトルの中で特に、E の i っていうのをその第 i 成分が1でそれ以外の成分が0っていうベクトルとしてするわけですね。例えば E1 だったらば1000ってなって同じようにして EN ならば0001っていうベクトルなんですけども、まあ、これらを N 項の基本ベクトルというふうに呼びます。まあ、いろんな時に使いますので、あとこの記号も大体E1 から EN っていうのも基本ベクトルとして使いますので注意してください。はい、それからあと次は N 項数ベクトルの線形結合、一次結合の定義です。で、A1 から AR を N 項数ベクトルとしまして、
それから C1 から CR をこの K の元、すなわちスカラーとするときに、この C1 倍の A1 倍プラス点点点プラス CR 倍の AR 倍も N 個数ベクトルになります。なりますよね、皆さん。一応、なるっていうことは、各自後で確かめてみてください。まあ、当たり前ではないです、これは。はい。さっきのルールをちゃんと使えばわかります。で、これを、A1 から AR の、線形結合、または一次結合と呼びます。まあ、これも、平面ベクトルの時と同じ定義です。で、この、線形結合を使いますと、まず次の、命題が得られています。教科書では15ページなんですけれども、任意の N 個数ベクトル A ってしますけど、これは、基本ベクトル E1 から EN の線形結合。何らかの線形結合ですね。こういう形で表すことができるということが、まず、性質としてありますので、まあ、なんでかなって疑問な人は、ぜひ、自分で確かめてみてください。多分、このぐらいの命題ですと、ちょっと証明、数学の証明っていうのを自分でやってみるのに手頃な題材だと思います。もし、ちょっと考えたけどわからないっていう人がいましたら、この授業時間内でも質問に答えますし、あとは、まあ、その時間が間に合わなければ、先日紹介した数学手習い塾に行って聞いてみるのもよろしいかと思います。さて、なんか結構、名前の、定義が続きますけれども、これ後々ですね、このベクトル空間とか、扱うときに出てくる名前ですので、一応、チェックしておいてください。次の名前は、N 個数ベクトル空間っていう、名前の定義なんですけれども、これは、まあ、ワットスカラー倍が定義された、この N 個数ベクトルの集合ですね。まあ、ものの集合としては、こういう、N 個数ベクトル全体の集合と。で、ここで A1 から AN は、K 対 K の元ですよってことを言っていて、まあ、この集合全体を K の N というふうに書きますけれども、これを、K 上の N 個数ベクトル空間と呼びます。で、数ベクトル空間と呼ぶときには、この K 上っていうのが大事なので、落とさないようにしてください。すなわち、この成分がどこの集合の元なのかっていうのは、数学にとっては大事なことです。ですので、K 上の、あと N 個ですね。まあ、今は N 個数ベクトル空間というふうに置きます。で、この K 対 K がですね、実数とか有理数の集合のとき、複素数の集合のときには、こういう呼び方がありまして、まあ、例えば対 K が実数の集合のときには、これ Rn と書いて、これは実 N 個数ベクトル空間と呼ぶこともありますし、それからと、対 K が複素数体のときには、これ Cn と書いて、これを複素 N 個数ベクトル空間と呼ぶこともあります。はい。で、N 個数ベクトルの、まだ最後の方になってきましたけど、次は、線形独立ですね。一次独立の定義です。これも平面ベクトルの時の定義と同じですが、一応確認しておきましょう。A1 から AR。これ N 個数ベクトルは、形状線形独立、もしくは一次独立であるとは、次のことが言います。C1 から CR。これは K のスカラーなんですけれども、これに対して、C1A1 プラス点点点プラス CRAR という線形結合が0ならば C1 から CR は全て0に等しいと。まあ、こういうことが成り立つときに、この A1 から AR は形状線形独立であると言います。この形状っていう言葉も大事ですので落とさないように使ってほしいと思います。まあ、状況からですね、例えば、皆さんも友達といろいろ数学の話をしたりとか、あと僕が授業で皆さんに数学の話をしたりとか、いろんな状況があるんですけども、そういう状況から、これはこの K が明らかである場合には、形状っていうのを省略する場合もあるかもしれませんが、まあ、そうでないときですね、初めて友達に説明するときは、一応この形状、どこの上で線形独立かってことをちゃんと説明してください。で、線形独立のことを定義すると、当然ながら線形従属って言葉も定義することになっておりまして、これは A1 から AR っていう N 個数ベクトルが、形状線形独立でないときですね。ないときに、この A1 から AR は線形従属、または一次従属と言います。ので、まあ、この辺の言葉の使い方はですね、平面ベクトルと同じですけれども、確認しておいてください。で、この N 個数ベクトルのところで最後に出しますのが、教科書です16ページですね、ようやくこの教科書で定理と呼ばれる見出しのついた説明が出てきました。
はい、実際にはそれ以前にもですね、こう命題やら何やら出てきてますけれども、一応ここで初めてこの箱で囲ってある定理というものが出ております。でこれは線形結合の一位性の条件と呼ばれるもので、そのどういうことかっていうと、これは今 K はですね、この対 K は実数の R または複素数の C としますと。でこの時にこの この X ですね。これ X っていうのは N 個数ベクトルなんですが、これが A1 から AR っていうその数ベクトルの線形結合で一時的に表されることの必要十分条件は A1 から AR が線形独立であることです。という定理ですね。で、これ、この証明は確か前の授業でやりましたけれども、一応、教科書にも一応3行ほど証明がありますので、ちょっと一応振り返ってみるんですが、どういうふうにその、証明やってたかって思い出しますと、その一時的に表せるっていうのをこう数式で、どういうふうに言ったかっていうことですね。これ一時的に表せるとはどういうふうに言ったかっていうと、この x っていうベクトルをA1 から AR、ごめんなさい、これ、ちょっとインデックス間違ってますけど、これ AR、R ですので、後で直しておいてください。A1 から AR の線形結合で、例えばこういう表し方をしましたと。スカラーとして C1、C2、点点点、CR を使ってこういう線形結合を表しました。で、また、この X をですね、別な線形結合で表してみましたと。スカラーとして D1、D2、点点点、DR を使って表しましたと。で、ところが、これ、今仮定としてはこの X が、この A1 から AR の線形結合で一時的に表せるってことを言ってますから、ちょっとこの表し方はですね、こう一通りなわけですね。一通りっていうことはどういうことかっていうと、この A1 とか A2 とかにかかってくるスカラのはそれぞれ等しいはずだということで、これ両辺引きますと、よく引き算しますと、この C1-D1×A1+C1-2-D2×A2、これが、まあ、こういう線形結合は0に、0ベクトルに等しいということになるんですけれども、この時に、この一時的に表せるという仮定から、この C1 は D1 と等しいし、C2 は D2 と等しいし、っていうふうにして C1 と D1 も等しいでしょっていうことになるから、そうしますと、これが成り立っている時に、結局、この C1-D1 とか C2-D2 とかっていうのは CN-DN は全部0になるということが言えるってわけですね。で、ここが全部0になるっていうことは、こういうベクトルがですね、0になって、この線形結合が0の時に、このスカラーの部分が全部0になっているっていうことは、これは定義、線形独立の定義からですね、A1 から AR が線形独立だという結論が導かれるというわけです。で、教科書を読んでみますとね、より明らかっていうふうな書かれ方をしていて、あたかもこれ読者が明らかに出なきゃいけないんじゃないかと、謙虚な皆さん思ってしまうかもしれませんけれども、決してそんなことはないですので、安心して読んでください。明らかというのはあくまでもこの書いてる人たち、書いてる先生方にとっては明らかなんですけど、別にいいんですよ。皆さんが明らかじゃなくても、全然明らかじゃなきゃいけないんだろうかと、こう、卑屈になることはないです。はい、一応自分が理解するってことが大事ですので、そのつもりで読んでください。ここまでよろしいでしょうか。